2021年7月14日水曜日9時からのザ・ヒーナキャットのプププッアップのお時間でございます。本日も最後まで楽しんでいただけますよう頑張りますね。ご意見ご感想メッセージのお題の送り先はひーちゃん .radio@aol.com hichan.radio@aol.com までお待ちしております。それでは7月14日今日も楽しんでまいりましょう。最後まで震えてお聞きくださいませ。はい、こんばんは。ザ・ヒーナキャットひーちゃんでございます。今宵も最後までよろしくお願いいたします。というわけで7月に入りまして、私は今新しいグッズをポンポンと作っておるんでございますが、そのグッズがねお家に届いて見た瞬間にとても可愛い出来のものが多くてすごく大興奮しております。ひーちゃんのツアーがね8月から始まるんだけど、そこに合わせていろいろ出していけたらなと思います。でもね、一つねちょっとやってしまったことがありまして、ひーちゃんのツアーの方でペンライトを使いたいなって思っていたんですよ、私は。でペンライトを作ろうと思って作ったのなんだけど、ひーちゃんのツアーで使いたいと思ってるくせにザ・ヒーナキャットっていうものを作りましたザ・ヒーナキャットって書いてあるペンライトをひーちゃんの時に振ってくださいちょっとねペンライトを使うような楽曲を作ってみたんだけど、なんかねどうかな、まあわかんないけど、とりあえずやってみよう、うん、そんな感じで行ってみようって感じなんで、よろしくお願いします。というわけでですね、7月に入りまして、夏らしいことはまだ何にもしてないんですけれども、まあ夏になったからといって海に行くとかプールに行くとか全く考えてないんだけど、まあコロナもあるしね。あ、そういえばさ、緊急事態宣言がなんか出たのか、もうこの放送されてる時はもうどうなっちゃうんだろうねと思いながら生きてますよ毎日。でも私のやることは変わらず、毎日毎日歌を歌っていこうかなと思います。そんなザ・ヒーナキャットひーちゃんはですね、14日今まさにレコーディングの最中かな、レコーディングが終わってるかな、14、15とねレコーディングをしているんでございますよ。何のレコーディングかと言いますと、まあ、9月にちょっとねシングルというか1曲出そうと思ってまして、でそれを含めたフルアルバムみたいなやつを出そうと思ってますので、楽しみにしててくれればなと思います。でもその前に今ここで初めて発表しますけれども、8月の頭ぐらいにアコースティックバージョンを出そうかと思っております。ひーちゃんとあの私とよく似た上條ちゃんという方のバイオリンをね入れて素敵な10曲をお届けしようかなと思います。あれ11曲だったっけな、ちょっとそこ今すぐわかんないけど、それをその CD をね出そうかと思っております。これはね全国流通せずに物販と通販のみでやろうかと思っております。しかもねバイオリンをね1本、ライブはさバイオリンとピアノと歌とその 3人というか3個の音だけだったんだけど、ちゃんとバイオリンをねいろいろ重ねてくれてね、すごいいい出来になっておりますので、これはぜひ聴いていただきたいと思います。まだ全部ミックス終わってないから、なかなか全曲をまだ伝えられないんだけど、いつかこのラジオでも流していきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。それでは夏ということで、この夏にぴったりな1曲を聴いていただきたいと思います。ザ・ヒーナキャットで夏恋ハマるや。ザ・ヒーナキャットで夏恋ハマるやでございました。ここで一つ夏恋ハマるやのプチ情報。この夏恋ハマるやは入門編で再録したものでございますが、入門編のボーカル全部取り直しております。ギターもベースも。だけど夏恋ハマるやのボーカルだけは最初のシングルのボーカルと一緒なんですよ。気づいた人いますかね。以上プチ情報でございました。平塚出身のザ・ヒーナキャットと申します。水曜日9時は私と一緒に遊びましょう。ザ・ヒーナキャットの
ぷぷぷぷあー。はい、ここからゲストのコーナーでございます。今日は豪華に2人呼んでおります。じゃあ自己紹介お願いします。どうも、ラーメンつけ麺僕いのちんです。声ちっちゃ、もう一回もう一回ダメですか。ダメっす。あ、もっと張った方がいい。張っていこう張っていこう。はい、いいよ。今のは入りでいいですか。今のはもう使うからこのままどうもラーメンつけ麺僕いのちんです。はい、どうもお久しぶりいのちんでございま す。そしてもう一人。はい、ギタリストのトシです。お、いいね。トシさんはその感じでいきましょうかね、はい、さっきの2回言うの恥ずかしいよね。ね、そうそうそうそんな今日は7月の11日の新潟のリハの後にレコーディングじゃない、なんだこれ、収録をしておりますが、はい、イノチンさんは新潟行くのはいつぶりですか。いつぶりでしょう。え、私と行った？行きましたよ。うっそ。あ、ロッツだ。そうですね。でっかいところ。でっかいところ。はいはいはい。じゃあもうだいぶ前ですね。だいぶ前です。はららら。久々です。久々ですね。イノチンもラーメン好きなんですけど、はい、トシさんもラーメン好きなんですよ。マジですか。まあにわかですけど俺は。にわかなの。イノチンほどではないけど。そうそうそう。でもラーメンが主食な2人でございますが。そうですね。トシさんは前回行ったもんね、新潟。うん、行った行った。時にとんかつ太郎のタレカツ丼食べて、うまかったね。そう、本当はラーメン屋に行きたかったの。なんだけど定休日？なんか臨時休業かな。臨時休業でやってなくて、うん、しょうがないからとんかつ太郎に行ったらめちゃくちゃ美味しかったっていう。へー、うん、美味しかったね。発祥の店でしょ。あ、そうそうそう、タレカツの発祥の地らしいんですよ。知ってます井上さん。いや、今初めて見ました。今めっちゃ調べてる。ググってる、うん、新潟のソウルフード、タレカツ丼。そうそうそう、これか。そう、あの想像の 2.5 倍ぐらい美味しい、ね、そうそうそうその想像が低いのかな、割といや、どうせカツ乗っけただけじゃんみたいな。はいはいはい、そう、はいはい、しかもキャベツとかもね、何にも乗ってなくて、ほんとご飯にタレカツ卵ないのとかさ、そう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 、なんかね、だしのさ、ああいうのないのみたいな思っちゃうんだけど、うん、あれだけだよね。ほんとにカツが5枚乗ってるだけみたいな。そう、でその5枚ね、油断するとめちゃくちゃお腹膨れるらしいからそう気をつけて。波が5枚かな多分。で俺波食べて結構しんどかったから、ね、そう、なんかかわいそうになっちゃった途中でめっちゃ一生懸命食べてるじゃんと思って。そうそうそう、そう、そう、私はあのミニで3枚乗ってるやつ食べたんだけど、はい、うん、まあ、波って言われたら普通ね、波だと思うから食べるんだけど、あの二郎並みにまずは小から攻めて、そうそうそう、小から攻めていかないとね。でもそれは命にちょっと食べてほしいし、まあこれ放送されてるのは7月の14日だから、うん、もう食べた体なんだけど、あ、なるほど、そういうことです。そうそうそう、まあ、あのじゃあ詳しくはツイッターで、ツイッターでみたいな感じまあ俺はラーメン行くけどね。そうなのなんでなんで。でも空いてたらそのトシさんがおすすめのラーメン屋さんも、そのとんかつ太郎の近くにあるのよ。お、そうね。で、そう、そこがやってればそっち行きたいですよね、うんうん、まあどっちでもいいけどねじゃあ両方食べるしかないということで、ね、頑張りましょうね。いいですね。そんな感じでイノチンさんは最近、あ、そうだよ、5月5日に DV… 間違えた、5月5日の平塚の DVD をイノチンさん編集してくれたじゃないですか。はいはいはい。どうでしたどうでした。大変でした。大変、ちょっと大変でしたね。一人でやる量じゃなかったなって思いながら反省してました、うんうん、曲数が ね多いんで ね。そうそう、26曲かな、うん、26インスト入れて26だよね。そうです。を全部イノチンがやってくれたんですけど、はい、すごいすごいよ。いや、いや最初全然なんか 2,3 週間でいけますよ、うんうん、ははとか言ってたら、そう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 途中から気づいたらあれ長いぞみたいな。あれってミックスとかも全部。そうです、あのすごい、まず音から、うん、はいはい、編集して、そう、うんうん、で、まあ、そこ音ができてから、うん、カメラの割りをつけてっていう。ちゃんとギター直してくれました。そうそう、本当に本当に5月5日のさ、ライブやった時に絆の、 あのドア玉足弾けなかったわけですよ、はいはいはい、で、トシさんもアキさんもなんかこのまま行ったらやばくねみたいな雰囲気になってそうだっけ。全然覚えてない。でも私終わった瞬間にイノチンに、イノチンこれ直せるよね2回目弾けたからそっから持ってこれるよねって話してね、なんとか。そう、なんとか、あの現場にいなかった人はもう、うん、あ、そうそうそう、完璧だよね。完璧っていう感じで、現場にいた人はまあそういうこともあったんだろうなみたいな。そう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 、見方で見ると、うん、ちょっと、ね、面白いかもしれない。そうで、今までさ、すごい裏話だ。そうそう、今までだし、ツインギター。それは言わないですけどね。ツインギターじゃなかったじゃん、はい、で、今ツインギターでやってるじゃん、うん、そのを見たの初めてじゃん、多分イノチン。そうですね。どうだった。あ、そうかそうか。そうそう、あー、なんか不思議でしたよね。不思議でした、うん、お、なんか音のさ、うん、聞いてる感じやっぱ変わるの。
あ、もちろんもちろんもちろん。そうなんだ、うん、でやっぱり今までそのギターが一人とかだったからのと、うんうん、そのまあ二人になって、まあギターのそのいわゆるステレオにした時に置く場所とかもいろいろ変わるじゃないですか、はいはいはい、まあそうした中ですごいなんか自分的にはバランス良かったかなと思ってて、そうなんですね、その右側のトシさんの、うん、そのギターがちゃんとありつつ、うんうん、でそのなんていうんですかね、ギターのメロっていうかそういうのが真ん中で鳴ってるみたいなのがあったんで、なんか作りやすかったかなっていう、うん、そうなの、イメージあります。あのさ、インストの特典の映像を見たんですけど、うんうん、あのモルダウっていう曲を弾いたじゃないですか、タタタタタタタってやつのトシさんのギターの音が良すぎて、そっから私が入ってくるじゃん、もうなんかしょぼすぎて悲しくなったもんね。そうなんかやっぱ弾き方も全然違うし、うん、ビブラートの使い方も全然違うから、うん、なんかすごいギタリストとあのボーカリストがギターを弾いてるみたいな、なんかすごい映像も含めてなってて、うちのひーママが、うん、なんかひろこの弾き方とトシさんのギターの弾き方って全然違うのよねひろこはピアノ弾いてるみたいだわみたいな、普通ギタリストって割と手がさ、中に入るっていうか斜めになってるんですよ指が、うんうん、足まっすぐなんで、ギター弾くときに、なんかそれがすごいね、見てて変みたいで、変っていうか、今まで一人しか見てなかったから二、うんうん、人並ぶとすごい違和感感じるみたいで、ギター低いからね、あ、低いからのもあんのか、そうなっちゃうんじゃん、でも割と、あ、そう、うん、そうかな、そういうことにしとこうかな。そういえば、はい、井上さんは最近何でしょう、何やってんですか。いや、全然サラリーマンですよ。そうそうだ、スーパーサラリーマン SSM っていう名前がついてるんだった。SSM は何。そうだって、月から金まで普通に働いて、うん、で土日は前はずっとね、ヒーナのサポートやって、ね、で映像編集もやって、うん、なんかプロデュースもしたりしてね、うん、なんかやってるんですけど。そうですね。今は本当にサラリーマンがメインなの。いや、うん、どっちかというと、うん、まあ、テレワークなんで、ほう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 、家で YouTube を見つつサラリーマンやってる結局サラリーマンで、おすすめの YouTuber とかいるんですか。自分は最近やっぱり、ね、もう狩野英孝のチャンネルばっか見てます。そこすするさんじゃないんだいや、すするさんも見るんですけど、うんうんうん、やっぱりあのね、英孝 GO ね、一個ゴーっていうのずっと見てるんですよね。 あの人面白いよね。面白い。あんまり YouTube 見ないんだけど、はい、千鳥のやつあるじゃん、はいはい、あれたまに見て超爆笑。そうそうそう、めっちゃ爆笑してる。あれが大好きなんですよね。トシさんテレビ見ないんだよ。ああ。そう、あったら延々と見ちゃうから置いてないそういう理由なんですか。そうだよ。え、もう深夜の通販までくまなく見ちゃうからじゃあホテル行ったらまずくないですか、それ。ホテル行ってもなんかもうつけない。つけないんだ、うん、じゃあ本当に最新情報はなんかツイッターとかそのニュースとかは。ニュースはそういうので見るけど、うん、そうね、ヤフーニュースとかそういうの見てるけど、最近って、最近っていうかもうここ10年ぐらい出てきた芸能人全然知らない。すごい、うん、名前聞いたことあっても顔わかんないとか。うわ、じゃあ今流行ってる俳優とかわかんないんだ。わかんない。なんかアキさんが、うん、真剣佑がうんぬんって言って名前は覚えたけど顔わかんないとか、はい、なんでよ真剣佑かっこいいからだしね、うん、ルローニケンジ出てるから。そうだよね。そう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 。そうなんだ。命のテレビ見る、うん、そうっすね。おテレビ見るんだ。でもなんだろう、深夜のアイドルの番組ぐらいなんかそお酒飲みながらね、そうそうそう、飲んでるんだよね。可愛いなって思いながら見てたあ、そういえばウイスキー先輩にちょっと聞きたいんですけど。なんでしょう。私チタが好きで、はい、飲んでたんですよ、うんうん、で、まあ、食わず嫌いっていうか飲まず嫌いで、うん、他のあんまり飲まなかったのね、うん、で、夜市はちょっとこ、うん、臭いっていうか。あ、そうですね。そうそう。で、白酒と山崎を今ハマってて、うん、あれなんかランクあるんですか。あります。なんか全部ちっちゃい瓶だからさ、はい、よくどれぐらいなのか分かんなくて。あ、年数が書いてないやつはノンヴィンテージって言って、うん、割と普通、普通のやつ、同じレベルぐらい。コンビニで売ってるやつは大体同じレベル。あ、そうなんだ。だからちっちゃいやつだと1000円ぐらい。はい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 。じゃあ山崎12年とか書いてあるといいんだ。そうです。12が次で、うん、その次が18。その12っていうのは12年置いてあるってこと。熟成が最低12年の原酒を混ぜてる、うん、はぁ、混ぜてる。そうすると味はどうなるの。なんか深くなってくるっていうか。濃くなるの。濃いわけではないんですけど、うん、癖が出るわけでもない。癖がだんだん出てくると思います。出るんだ。白酒とかめっちゃサラサラじゃん、うん、癖ないし。でチタもなんか、まあ、チタちょっとね、うん、匂いあるけど、そうですね。
え、そうなんだ。じゃあ置けば開くほど癖が強くなる。あれ物によるんじゃないですか。やっぱりその熟成がいろんな樽で違うから、はいはいはい、その個性が出てくるじゃないですか。だからその、はいはいはい、それを掛け合わせた時にどういった美味しいものができますかっていう話なんで、うん、でそう若いとちょっとそのアルコール臭があったりとか、はいはいはい、なんかツーンとくる安いお酒になんかツーンという匂いがあったりするじゃないですか。うん、そうなんだ。ああいうのがなんか丸くなってきたりとか、はい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 、なんかさ、いのちんのツイッターって結構見ると勉強になるものがさ、うん、多くて、あ、勉強っていうかそのなんか知識、あ、そう、なんか、あ、こういうウイスキーもあるんだとか、こういうラーメンもある、本当またこのラーメン食べてるよとかいろいろあるし、鎌倉好きだなみたいなそうですね、そうですね、鎌倉よく行ってますね。でもね、いのちんはラーメンを食べに行ってるんじゃないんですよ、うん、チャーシューを食べに行ってんだよね。あ、そうなんだ、正解です。だからチャーシューが美味しいラーメン屋をよく知ってる。だってあの鎌倉の店、チャーシュー何種類もあるからね。あ、そうなんだ、選べるんだ。五種盛りなんですよ、うん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 、それ5種盛りだけで1000円ぐらいするんですよ。そうチャーシューだけでってこと。あそこ高いよ。じゃあラーメンプラス5種で1000円プラスってことみたいな感じ。おお、すごっ。トシさんは何でラーメン選んでるんですか。あ、気になる。俺、うん、俺はもともと家系が好きで。おー、はいはいはい。そう、育ちが横浜だから、うんうんうん、だから本当は、なんだろうな、厚木屋とかさ、あ、はいはいはい、こってりね、そうそうそう、うんうん、行きたいんだけど、うん、都内とか全然なくて、美味しいところが。確かに。そう、まあ何店舗か、まあここならってところあるんだけど、うんうんうん、もう横浜方面に行きたくて行きたくてしょうがない。でも最近はなんかあっさりしたの好きで、ほうほう、へー、そう、探してるけど、いろいろ。そうなんだ。私も断然こってり豚骨醤油派ですね。背脂たっぷりのね。ああ、そっちね。そうそうそう。あ、そっちじゃないの。うん、背脂ではない。背脂じゃないと何油。チー油とか、うん、鶏の。あ、はい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 、はい、まあ、味がちゃんとこってりの方ね。味がちゃんとコクがあるね。そうそうそう、系ね。へえ、最近のおすすめのラーメン屋2人は。俺は、うん、四ツ谷の蕎麦屋さんの、蕎麦屋さん、さらしなっていうね、何でもない名前の蕎麦屋さんがあるんだけど、はいはいはい、そこでラーメンを出してて、あの、今夏だからあれだけど、夏じゃない時行くと、もう店のね、7割ぐらいの人はラーメン食べてる、蕎麦屋なのに。そうなんだ。で、そう、そこをなんで知ったかっていうと、うんうん、なんか頑固ラーメンっていう、その全国各地にいろいろあるとこの、うんうん、総本山みたいなお店が四ツ谷にあるんだけど、はいはいはい、そこの人とまあちょっと知り合いで話してたら、いや、四ツ谷のね、蕎麦屋さんのねラーメンが美味しいんですよって言って、もうおじさん好きで何回も行っちゃっててさ、行ってみますって言って行ったらめちゃめちゃうまくて、へえ、ハマっちゃった。そう、そうなんだ。でも今でも別に夏でもラーメンはやってるんですね。あるあるある、うん、だけど暑いからあんま食べないと、ね、そうそうそう。へえ、すごい、要チェックですね、井上さん。いや、行ってみます何でもない中華そばの美味しいやつみたいな。逆に美味しいやん。そう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 、すごい、昔ながらのって感じ。そう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 。いえ、いいっすね。イノチンはラーメンですか、つけ麺ですか。え、あ、そっか、それもあるよねそれラーメンつけ麺、僕イノチンだから僕イノチンちゃんと別ジャンルでね、うん、やっぱつけ麺が美味しい店はラーメンが美味しくないとかあんの。あ、でもやっぱり違うんじゃないですか。全然違うんだ、うん、麺も違うもんね、うんうん、へえ、どっちが好きなの。つけ麺の方が好きです。あ、そうなんだ。だからそのつけ麺は、うん、あの北鎌倉のサラゼンっていうところが、やっぱりあそこ麺がすごい美味しいんだ、あそこ。へえ、あのコシがある感じでしょ。そうです、つけ麺だとね、めちゃめちゃ太くて、ね、うんうん、あれいいよね、食べてみたい。そうなんですよ、うどんみたいなラーメンだもんね。そうそうそう超極太、麺だけで食べて美味しい、うん、すごい、うん、スープはいわゆるその 魚介豚骨のダブルスープみたいな、富竹、ね、はいはいはい、みたいなイメージのちょっとカツオが強いのかな。でも私も香川行った時にさ、うどんが好きだからさ、でもうどんってなんか味ついてるじゃないですか、ざるそばでもざるうどんでもなんでもやっぱタレがあってうどんじゃん、うん、なんだけど、うどんだけで食べてみなって言われて、めちゃくちゃ美味しかったもん、うどん、はいはいはい、味がすんのうどんに、うんうん、だから、あ、そういうことだよね、うん、そうそうそう、やっぱり美味しいものは麺だけで、うん、そうだよね、なんか小麦の香りが立ったりとか、つけ麺はまず麺だけで食べるのがルールだから、ルールなんだ。そうそうそう、しかもベジャーってつけちゃいけないんでしょ。そうそうそうちょんちょんってつけてね、ちょんちょんってつけるっていう、すごい、こんなラーメン博士のお二人でございますが一旦 CM に行きたいと思います。
ザ・ヒーナキャットのプトプトアップ。こちらの番組は宮田聖華様の提供でお送りさせていただいております。ちょっと小腹が空いた時に一口サイズでとっても食べやすいヤングドーナッツの歌作らせていただきました。その他にも素敵なお菓子たくさんございます。疲れた時にリフレッシュ、会議やパーティーなどにもお使いくださいませ。大好きなお菓子を食べてハッピーになりましょう。で後半戦でございますが、はい、もうすぐ真夏がやってきますけれども、はい、なんか2人は全然海とか好きそうじゃなさそうだけど行ったことないもん海なんてうそあれは浮き輪とかでいやないないない、砂浜でお城作ったりとか、あの砂浜で、うん、なんだ飲み会みたいなのしたことあるけど、入ったりしたことはない。子供の頃はあるけど、うんうん、命も全然基本はだってミュージシャン引きこもりですからね。そうだよね、夏なんか特にね。だってさ、うん、あの砂つくじゃん足に、うん、あれどうしたらいいのマジであれはちゃんと乾かしてペッペッペッって全部取ってから靴履くんですよ。絶対それでも残るじゃん確かに、ね、考えただけでやだよ。確かにね、なんかスニーカーの底になんかジャリジャリしてそうですよ。入っちゃうね。そうそうそう。じゃあ夏 何してんの。夏が来た。夏だからなんかするってことはないよねまずないの。命も何してるんすかね、うん、夏、まあ、年がら年中音楽は作ってるじゃないですか。ライブやったり、うん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 、曲作ったり、うんうん、映像編集したり、うん、でもやっぱ夏ちょっとなんか行きたいとことか出ないの。マジも聞いてるけどないけどね。ない。3人が集まっちゃってる、ね、ちょっと北に行きがちなぐらいじゃん。冬よりは確かに仙台行くみたいなね夏か。だって花火大会やっててもカフェで普通に作業してる人ですからね。まあそうだよね。あ、そういえばさ、先週平塚でいきなりサプライズ花火とかなってて、あめちゃくちゃボンボンやってた。へ、あれすごい。告知なし。告知なし。そう、人が集まっちゃうから、うんうんうん、そのなんか夏のね、はいはい、雰囲気出すために。あの平塚の花火大会と別なのかな。でもめっちゃ長い時間やってましたよ。でも花火大会やるには早いもんね。まあそうか、確かに、うん、だからサプライズのなんかその楽しみじゃないですか。うん、これ今どんよりした気分。確かに。じゃあ結局なかったんだ。夏ってねないよ、ね、引きこもりお家でアイス食べる。アイス食べます、としさん。食べる。なんか食べなさそうな、うん、イメージ。食べるよ。そう。じゃあまたこの3人で集まる日があったらいいですねそうですねいや今日本当は命にラジオの出演をお願いしてて、うん、でなんかトシさんはあんま喋らないかなと思ったけど、うん、あのマイクが3本させたんで、うん、呼んじゃいましたなるほどね、うん、また今度アキさんの時 ね、 そうね、出てください、はい、面白いことがあると思うんで、はい、じゃあ7月11日はありがとうございました。またどこかで会えることを望んでおります、はいはい、今日は井上翔太、井上さんとトシさんでございましたありがとうございました。ありがとうございました。